どうも、フリーマゴと長谷川です。今回ですね、安倍政権を振り返るその4です。オチとしては、首相を退任した後の安倍首相の動向もチェックした方がいいというところなんです。前回は2014年以降の安倍政権、特に防衛、経済の話をしてきました。今回は外国人関係やサプライチェーン構築、そして今後の安倍首相の動きに関する話をしていきます。まずは安倍政権、正確には菅官房長官や二階幹事長が推し進めてきた政策といえる外国人関係の話です。結論から言うと、これはよろしくないと思っています。在留外国人の人数に関しては、安倍政権になる前後の2012年までは203万3656人でした。それに対して去年2019年末では293万3137人となっています。特に国籍別では2019年末のデータだと、中国、韓国が1位、2位を占めています。具体的な人数だと、在留中国人が81万3675人、在留韓国人が44万6364人となっています。また外国人労働者、留学生の人数については、外国人労働者が2019年10月末のデータでは165万8804人、外国人留学生が31万2214人となっています。先日全ての翻訳を終えて動画にしたアメリカのシンクタンク CSIS の報告書の内容を踏まえると、アメリカなどの方が外国人労働者、留学生の人数が多いんです。とはいえ、中国の場合は国防動員法というものがあります。どういうものかというと、有事が起きた場合は国内外問わずに中国人に対して動員令が発令されます。そうなると日本国内でテロを起こす中国人も出てくる可能性があります。日本では今までの入国管理局が外国人材などに対応するために2019年4月から出入国在留管理庁に格上げはされたんですが、国防動員法などを考えると対応を厳しくしていく必要はあります。こういった状況を考えると、菅官房長官や二階幹事長が進めた外国人の受け入れはどうかなと思うんです。個人的にはケチケチしている財務省がもっと財政出動をして、日本の子どもの数を増やす方向に持っていく必要は大いにあると考えています。その他にも、外国人より日本人をもっと福祉などの面で優遇することも重要ではないでしょうか。しかしながら、あの病気が発生してからはその方向も変わってきそうなのはサプライチェーンの動きで見えてきます。サプライチェーンというのは、製品の原材料または部品の調達から輸送、販売、消費までの一連の流れのことを言います。これを1980年代以降から日本企業が中国に進出したことで、経済的な数字の GDP が下がっていったことにつながるというのはもう何度も話をしています。今年2020年3月に安倍首相は、中国に進出している日本企業を国内または中国以外の国々に移していく宣言をしました。実際に予算もついているんですが、現在進行中で進みつつあるのがサプライチェーンレジリエンスイニシアティブです。これは日本、インド、オーストラリアで進められている新たなサプライチェーン構築プロジェクトです。日本ではそれほど報じられていないんですが、このプロジェクトも最初に提案をしたのが日本なんです。この3カ国がサプライチェーンを構築することで、今後の外国人労働者、留学生の流れも変わってくるといいなと思う次第です。そして最後に自分が気になるのが、首相を退任した後の安倍首相の動きです。今回の辞任については、持病であった潰瘍性大腸炎の再発が原因とされています。潰瘍性大腸炎はストレスでひどくなるんですが、2015年に政府でも指定難病に認定されています。ちなみに2017年以降、それまで110だった指定難病は現在その3倍の333に増えています。現在安倍首相は執務をこなしながら、トランプ大統領や台湾の蔡英文総統などの海外首脳からたくさんのメッセージをいただいています。
それに対してツイッター上で返信などをしているんです。しばらくはあの病気の対応などでストレスが相当に増大しているので、安倍首相は1年間と言われる療養に専念することになるんでしょう。ただ自分としてはこの1年間というのはキーワードになると思うんです。この療養期間中は1議員に安倍首相は戻るので、その間は今までの SNS に加えてネット番組への出演やご自身で動画をアップするということも考えられた方がよろしいのではないでしょうか。他にも台湾などにも訪問してほしいですし、より自由な活動を行っていただきたいんです。正直1年後の状況を考えると、米中の状況がより激化していくのだけは確かじゃないかと自分は予想しています。その時の日本がどうなるかは分かりませんが、何かしらの形で安倍首相の出番が必要になる場面が出てくるはずなんです。それまでは我々一人一人が声を上げて少しでも本来の日本に戻すために動くことが重要になります。そういったわけでこのシリーズはここまでになります。お付き合いいただきありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。